USAS-12 はアメリカ合衆国のギルバートエクイップメント社が設計し大韓民国の大輸者が製造しているフルオート射撃可能なショットガン。アメリカの重工だったマックスウェル・アッチソンが1970年代に設計した AA-12 をベースとしてギルバートエクイップメント社のジョン・トレバー・ジュニアが1980年代に再設計した軍用自動式 ショットガンである。ギルバートエクイップメント社は、本銃を生産するだけの設備を有していなかったことから、製造を韓国の大宇精密工業に委ねた。フルオートでの射撃が可能な非常に珍しいショットガンである。毎分360発の発射速度で散弾を放つことが可能であり、そのため特に近距離において、驚異的な破壊力を誇る。マガジンは、 10発のボックスマガジンと20発のドラムマガジンが使用できる。ただし、ガス圧作動方式を採用したため、ファクトリーやもと火薬の量が同一でない弾薬や、ケース長が長い弾薬は使用できない。一応発射することはできるがスムーズな範囲、鞘が不可能となるため、射撃前に注意が必要である。デザインはこれまでのショットガンと異なり、ボックスマガジンが、 グリップの前方に配置され、マガジンの着脱が容易となっている点は、むしろ M4 カービンのようなアサルトライフルに近い。しかし、ショットガンとしては、重量が重み、大きくかさばるために使い勝手が悪い。無論、迅速な行動が求められる、特殊部隊向けではなく、軍用としてのショットガンそのものに無理があったことから、軍での採用は見送られている。ちなみに、 1980年代にアメリカ軍では買う計画を立ち上げて一度興味を示したが近距離の破壊力と制圧力ではショットガンの射程の短さと相談数の少なさを補えないため計画そのものが頓挫している。ありがとうございます。